人は過ちを繰り返す。1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子のもとへ帰れるのだろうと思いを募らせていたようだ。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下、第二次世界大戦は終戦を迎えた。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、世界は崩壊しつつある。平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、総力戦は目前だ。不安が募る。自分自身、妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。人は過ちを繰り返す。人は過ちを繰り返す。今夜の在郷軍人会館ではきっとうまくいくわ。そう思うか。もちろん。さあ、他の支度もして。鏡の前に座りすぎよ。ああ。髪の色を少し変えた？自分で言うのもなんだが、いい顔だ。その顔に恋したのよ。悪くない、悪くない。頬骨がしっかりしていてかっこよくて。ああ、ハロー、ハンサムさん。あごひげね。気に入ったわ。悪くない。見た目も素敵。
清潔感が出てきたな。コーヒーをどうぞ。摂氏 78.6 度、完璧です。それから新聞です。配達されたてです。ありがとうコズマス。もちろんです、旦那様。相変わらずだな。ここにこれを置き忘れたのは誰だ？なあ、おい。もうすぐハロウィーンだったわね。ショーンのコスチュームを作らないと。ああ、この泣き方はおむつですね。ショーン坊ちゃんを見てまいります。最初は不安だったよ。古き良きアメリカ。ショーンをよく世話してくれてる。彼女は誇りだ。なあコズマス。ああ、洗濯物には触らないで。任せてください。出てくれる？多分セールスマンよ。毎日訪ねてくるの。おはようございます。ボルトテック社です。それで？お会いできてよかった、ご主人。やっとお話できてどんなに嬉しいことか。ここ何日も伺っていたんですよ。緊急の要件なんです、本当に。何がそんなに重要なんだ？ご家族の将来を左右するのですよ。まだお気づきでないかもしれませんが、この国はもう終わったんです。言い方は悪いですが、大きなドッカーンってやつがね。残念ながら避けられません。しかもそいつは予想よりも早く来ます。意味はお分かりです。さてお忙しいのは分かっていますから、お手間は取らせません。ほら、時は金なりってね。本日伺ったのは、この国に奉仕されているご主人とご家族には、お近くのボルト111への優先入居権があることをお伝えするためです。いい話だ。そう、ご安心ください。お客様にはすでに入居権があるわけです。不測の事態大量破壊兵器による被害に備えての少々情報確認させていただければと。それだけです。ボルトについてもっと教えてくれ。普通のご家庭と同じ設備が整っていますよ。放射線や攻撃的な変異体に対する完全防護は言うまでもありません。地下でのより良い未来が待っています。これは単なる業務ではなく、我が社の情熱そのものなのです。よし、いいだろう。素晴らしい、素晴らしい。さて、それでは。素晴らしい。手続きは完了です。これでボルトに入れますよ。皆様の将来への備えをお喜びします。ああ、ありがとう。ねえ、こ
これで安心できるのよ。ちょっと書類を書くくらいの価値はあるでしょ。家族のためならいくらかかろうと高くない。いい答えね。いいところもあるだろ。コズワス。コズワスの話が聞こえたでしょ。恐れ入ります。ショーン坊ちゃんが構ってほしいようです。父親の愛情を必要としているかと。私の人生で最も大切な男性2人の調子はいかがかしら。ベビーメリーを回してあげたい。お気に入りなの。ねえ、ショーンの調子はどう？機嫌は治ったみたいね。ねえ、朝食を食べたら少し公園にでも行かない？天気も持ちそうだし。ああ、楽しそうだ。旦那様、奥様、こちらにいらしてください。コズワス、どうしたの？なあ、コズワスはどうしたの？続いて、ね、閃光があったとの報告が。目もくらむ閃光との音、大爆発の音、確認も取っているところです。何？どうやら現地支局との連絡が完全に取れなくなった模様です。今、ま、確認の報告が入ってきました。ニューヨークとペンシルバニアで核爆発を確認したとの報告が聞きました。神よ、これはすぐにボルトへ行かなければ。今すぐだ。ショーンは連れてきたわ。行きましょう。サンクチュアリヒルズ住民の皆さん、登録がお済みの方は速やかにボルト111に避難してください。ボルト参加者の皆さん、こちらです。サンクチュアリヒルズ住民の皆さん、登録が済んでいる方は速やかにボルト111へ避難して。ボルトプログラム参加者はゲートに進んで。そんなバカな、私はボルトで社員になりません。入りません。止められるわけがない。ちょっと、リストに載っているんだ。入れてくれ。乳児、成人男性、成人女性。入れてくれよ。ありがとう。幸運を祈る。お二人はついてきてください。神のご加護があります。ゲートの外のあの人たちはどうなるの？できることは全てやっています。さあ進んで。プラットフォームに乗って中央に。あと少し。大丈夫。愛してるよ、二人とも。愛してる。大変。待て、もっと早く動かないのか。神様、